山田です。いきなり来ましたね。いや、びっくりしました。メガラティアス&ラティオス同時実装でございます。これがですね、来月ですよねの一番すぐ来るイベントで、なんとですね、2匹とも実装ということがね、本日発表となりました。いやー、まあなんかね、最近匂わせみたいな感じのやつはね、あったんですけれども、思ってたよりも早くてびっくりしちゃいましたね。ということでですね、今回詳細発表来ました。メガの初伝説たちのお話、そしてですね、本日5月ですよね、来月入ってからのイベントについてもある程度ね発表来ましたので、そちらについてもお話ししていこうと思います。それじゃあ、メガラティアス&ラティオスについてやっていきましょう。ということでね、ゲームザページ見ながらお話し進めていこうと思います。空飛ぶピカチュウプロジェクトコラボイベント、こちらで出てくるということが判明したんですね。見ていきましょう。5月の3日ですよね、から開催のイベントで、これが5月の8日までですね。まあ、火曜か日曜日までということで、1週間ないんですね。はい、ちょっと短めのイベントでございます。で、これ沖縄でのね、リアルイベントと、まあ、ちょっと連動している感じのイベントですね。で、こちらですね、5月の7、8ですよね。は、沖縄の方でね、この、まあ、イベントのリアルイベントですよ。現地限定イベントっていうのも開催されております。まあ、チケット買っていれば、参加できる、まあ、ゴーフェスとかね、サファリ、ゾーンとか、ああいう感じのね、イベントとね、同じやつが開催ってやつですね。で、この、沖縄だけじゃございません。他のどの地域でも今回ですね、ラティアス、ラティオスが捕獲できるようになります。空飛ぶピカチュウプロジェクトコラボイベントの開催に合わせて、メガラティアス、そしてメガラティオスですよね。これがポケモン GO に新実装されます。で、今回初の伝説枠の、まあ、メガということでね、非常にやっぱり性能とかがね、まあ期待できるようなね、そんな感じのポケモンです。さらにですね、今回ラティアスとラティオスですよね、特別な技を覚えるということが判明しております。ラティアスの方がミストボール、ラティオスの方がラスターパージということで、これミストボールとラスターパージはですね、これラティアスとラティオスそれぞれの限定技です。まあなので今後ですよね、この2匹以外がまあ覚える可能性っていうのはまあ限りなく低いというふうに見えますね。両方ともですね、エスパータイプの技なんですよね。まあ、ラティアスとラティオス、皆様ご存知の通り、ドラゴンとエスパータイプのポケモンなので、まあ、タイプ一致でそのままバーンと打てるよと。で、それぞれ性能がですね、ある程度判明しております。威力がですね、ミストボールの方が、トレーナーバトル、まあ、PVP だと120、ジムレイドバトルだと105ですね。で、相手ポケモンの攻撃を一定確率で下げます。ミストボールの方は攻撃を下げますね。それに対して、ラティオスのラスターパージなんですけれども、トレーナーバトルで威力120、ジムレイドバトル100で、相手ポケモンの防御を一定確率で下げます。ということで、ラティアスは相手の攻撃力ダウン、ラティオスは相手の防御力ダウンという風に、覚えておいてください。それぞれの技がですね、まあその PVP でどれくらい強いのかっていうところがですね、注目ですね。やはりこの相手のですね、その、まあステータスですよ、攻撃なり防御なりを下げるっていう技っていうのは、まあついてるイコールも PVP でね、活躍させようという、ナイアンティクさんがの思惑がやはりありますので、どの程度ですね、これがね、まあ確率と、あとは技を打つときにどれくらいのエネルギーが必要なのか、っていうのが結構重要になってきますので、まあそこがですね、詳細発表ですね、まあ来ていただきたいですね。まあ実際実装されたらね、一応まあ検証できますので、まあちょっとまあもうすぐなんで火曜日にはわかりますんでね、まあ非常にね、楽しみですね。そして野生のポケモンですよね、登場する奴らがですね、もう判明しております。期間限定でまず空を飛ぶピカチュウですよね、こちらが、登場します。これ空を飛ぶピカチュウって今までもね、イベントとかでね実装されているんですけども、まあ今回もね出てきて、かつ色違いが狙えますよということになっております。あとプリンニャース、コダック、ドードー、コイキング、キャモミジルと不安定というね奴らが出てきて、マンタインとリザードンが低確率で登場というふうになっておりますね。この中だとニャースですね、がですね、捕獲時に、星の砂が多くもらえる、ポケモンです。なのでまあここはちょっと狙い目なんじゃないかなと思います。で、今回空を飛ぶピカチュウなんですけども、全国と、沖縄ですよね、で色が違うんですよね。なんとこれ風船の色が、沖縄はもうオレンジと黄色をね、もう主体とした感じになっております。なのでまあ沖縄に行くとこの期間中ですよね、ちょっとドヤれるピカチュウがゲットできるよということですね。
そしてタイムチャレンジが登場します。ラティオス、ラティアス、それぞれのメガエナジーがゲットできて、かつ空を飛ぶピカチュウや経験値ももらえる、タイムチャレンジですよね。まあ、なので、まあ、これはね、ちょっと期間が短いんですけども、しっかりね、クリアしていておいた方が、いいのかなと。そしてレイドボスですよね。これも判明しております。まずメガですよね。は、ラティアスとラティオス。まあ、それは当然ですよね。両方出てくれないとね。はい、どこでゲットするんだよって感じですからね。で、これね、パッと見でね、わかりにくいんですよね、実は。ラティアスとラティオスってメガ進化する前っていうのはもう赤と青です。非常にわかりやすいカラーリングしてるんですけれども、これがですね、メガ進化してしまうとですね、両方とももうこう、紫に、まあだから赤と青足したんだろうな、みたいな感じのカラーリングになっているんですよね。なので、パッと見でちょっとわかりにくいので、皆様ですね、こちら、挑戦するときには要注意で、お願いします。あとは星3レイドがリザードン、ラプラス、トゲキッス。この辺が出ることがわかっていますね。まあなので、星1レイドですよね、がどうなるのかってところですね。で、7キロ卵ですよね。これも変化します。トゲピー、タマンタ、エモンガ、オンバット。この中だと、普段ちょっと入手確率が、ちょっと低め？ちょっと厳選しにくいやつで言うと、まあ、オンバットとかになってくるのかな。期間限定のリサーチですよね。で、空を飛ぶピカチュウが、入っておりますので、タスクでもね、色違い、ピカチュウ狙っていけるということですね。まあ、それ以外飛行タイプのやつらっていうのが結構タスクから出てくるみたいです。そしてボーナスなんですけれども、今回のこのイベント期間中は、孵化距離が2分の1と、なっております。なので、まあ、そのさっきのですね、卵割りですよね。7キロ卵割りっていうのが結構効率的に、やれますし、あとは、ま、その、まあ、レアなポケモンがよく入っている12キロ卵、10キロ卵、この辺も、孵化がしやすいというふうに言えるのではないでしょうか。あとは、ま、最近のイベントはね、もう常にね、これセットになってるんですけども、限定ステッカーっていうのがね、今回購入できるようになります。リアルイベントに参加している方は、ギフトからもですね、このステッカーが、どうやらゲットできるとのことでございます。ということで、まあ、イベントの詳細こんな感じですよね。じゃあ、肝心の今回来るメガラティアスとラティオスですよね。強いのどうなのって話なんですよね。メガ進化をすると基本的に全てのポケモンは種族値が上がります。なので、まあ、ラティアスもラティオスももちろん強化されるんですよね。じゃあ、どれくらい強化されるのか見ていきましょう。まずはラティアスですよね。タイプの変更はございません。あと、技もね、基本的に同じなので、種族値を見ていきましょう。今までのラティアスはですね、こちらですね、CP が、最大で3968。で、ラティアスの方はですね、赤い方は耐久に、振っているんですよね。耐久がより高い、ポケモンとなっております。攻撃が228、防御が246、HP190 ということで、一番高いね、種族値が防御となっております。で、これがメガ進化すると、はい、メガラティアス、はい、攻撃が289、防御が297、HP190 ということで、なんと HP 変わらないということですね。で、防御がですね、まあ高いんですけども、攻撃もだいぶもうそこに迫ってくるような形になっております。攻撃289ってこれかなり実は強くて、メガ進化とかを除いた状態ですよね、の、まあドラゴンタイプ最強アタッカー、攻撃の種族値が高いよっていうのがレッグーザになるんですよね。そんなレッグーザがですね、攻撃の種族値が284なんですよ。なので、まあ、素の状態でレッグーザクーザと今回のラティアス戦わせたら、まあ、ラティアスの方が火力があって、かつ防御力もあるので、全然こっちの方が強いと。いう風に言えるんですよね。で、技も竜の息吹激鈴ということで、まあ、そんな悪くないんですよ。全然、竜の息吹早いですし、激鈴も威力がありますので、かなり優秀なドラゴンタイプのアタッカーという風に、今回のメガラティアスは言えます。ただし、これ今比較したのは普通のレッグーザなんですよね。レッグーザもですね、まあ、メガがありますし、まあ、なので、まあ、火力っていうところで言うと、もっと上のやついるんですけども、耐久と火力のバランスがすごくいいっていうところが、メガラティアスのいいところなのかなと。というふうに思います。それじゃあですね、ラティオスの方を見ていきましょう。はい、ラティオスなんですけれども、メガ進化する前の種族値ですよね。攻撃が高いです。CP4310 で、攻撃が268、防御212、HP190 というふうになっております。で、これがメガ進化すると、やはり長所がね、伸びがいいですね。攻撃335、はい、300超えてきました。ポケモン GO で攻撃の種族値300超えはですね、もう各タイプのもうエースアタッカーと、もう言っていいです。はい、もうバカ強いですね。で、防御にも241、もうこれもそんな低くないですね。で、HP が190というふうになっております。はい、さっき言ったレッグーザとか、全然上です。はい、もうメガラティオスが、現状、
上だとドラゴンエースアタッカーという風に言ってもよくなります。でしかもエスパー技ですよね。シネの頭突きサイコキネシス、まあサイコキネシスももちろん強いんですけれども、まあ今回ですね、まあ限定技も覚えるということで技のレパートリーも増えますよね。まあかなり優秀な、ドラゴンタイプの、ポケモンになりますので、まあもちろん両方ともラティオスラティアス、両方とも今回メガエナジー取っといた方がいいんですけれども、一旦ですねラティオスの方が、うん、より個体値厳選もそうですし、エナジー集めっていうのも、まあ、一体、一体こう、ガンガンね、エナジー追い込んでね、早くメガレベル上げるっていうのも全然ありかな、というふうに思います。今後ですね、どんなメガ進化がどういう順番で実装されるかはわからないのですが、まあ、ドラゴンタイプとしても、エスパータイプとしても、まあ、同じバトルに出ている、プレイヤーのですね、同じタイプの、技の威力を上げられますし、ドラゴンとしてもエスパーとしてもかなり優秀な、アタッカーの、部類に入りますので、厳選全然ありだと思います。ただですね、これ、ドラゴンタイプ、そしてエスパータイプ、どっちで見たとしても、もう一段階優秀な奴らっていうのが、メガには存在するんですよね。まず、ミュウツーですよね。これもメガがね、XY 二軸ありまして、まあ、そもそもの攻撃のこいつ、種族高いので、まあ、それ優秀ですよね。で、ドラゴンとしてはさっきね、レッグーザの話したじゃないですか。メガレッグーザっていう、もう、はい、ドラゴンの火力お化けです、みたいなやつがこっちにもいるので、この、まあ、2匹とかと比較してしまうと、将来的に、まあ、メガラティオスは、ちょっと残念だな、みたいな。まあ今回はレッグーザだな、ミュウツーだな、みたいな感じで、そっちの進化になっちゃうんですけれども、そいつらが出てくるまでは全然、活躍してくれる、存在かな、というふうに思います。何よりも、今回ですよね、このメガラティアスとラティオスは、2匹の限定技にですね、まあその効果がついておりますので、どちらかというと、PVP で活躍させるよと、メガたちが PVP でこう、猛威を振るう、みたいな、そういうようなことを今後、こう、なんていうんですか、ナイアンティックさんがさせたい、可能性ありますので、まあだから活躍の場が違うんじゃないかなというような印象も受けます。ということでですね、まあどちらもねやはりね厳選しておいた方がいいのかなと。あとはこれメガレイドで伝説厳選ができるっていうのもすごく、ありがたいので、まあどっちみちやる方結構増えるんじゃないかな。ただ今までのメガレイドって普通の伝説レイドとまあ仕様がまあちょっと違うわけですよね。まあそれがまあ伝説入れてメガレイドのままでその要はクリア難易度でいくのかちょっとどうなんだろうな、どうなんか調整入るのかなっていうのがまあわからないんですけれども、まあそこのところもねまあ火曜日になってみたらね、一応わかるのかなって感じですね。はい、ということでね、まあ、ここまででね、メガラティアスとメガラティオスの、お話はさせていただきました。最後にですね、まあ、5月のイベント内容ですよね。まだ実は分かってないところも結構あるんですけども、ザザッとね、紹介していこうと思います。はい、まず5月の伝説レイドですよね。5月の3日まで、まあ、メガラティアスとラティオス、ラティアスラティオスが出るまではランドロス、今出てるやつは継続で、で、メガラティたちが出てきたら、これが3月の3日から10日まで継続いたします。で、この間はですね、そのメガがもう伝説っていう、枠になりますので、それ以外の伝説ってのが並行して出てくることはございません。なのでこのメガラティたちが終わったら次の伝説ですよね。でこれがもう判明しました。カプレヒレですね。はい、これでカプ系が一応全部出てきたことになりますね。5月の10日から25日までです。でこの5月25日からですよね、最終週全カプ系が登場いたします。コケコテテフブルルにレヒレと、なのでまあ雨がちょっと足りなかったなとか厳選こいつあんましてなかったなっていうところをね狙い撃ちできるようになるんですが、このようにですね、大量の伝説がですね、出るタイプのやつっていうのはですね、人が分散しがちなんですよ。なので、ちょっとこのラストの1週間、厳選しにくい。一個のね、伝説のレイドがあって、パンって割れた時にさ、カプブルル来いって思ってたところにコケコですみたいなことがあり得るので、これ分散しちゃうんだよね、大変なんだよね、これね。はい。まあでも、とはいえね、やれるので、はい。まあちょっと一週間がやっていきましょう。で、メガレイドですよね、の方も、判明しております。今来ているメガガルルラの次は、まあさっき言ったメガラティたちですね。で、この2匹が終わった後がメガカメックスの、期間となります。5月の10日が25日。まあカプレヒレのね、期間はずっとメガカメックスだよと覚えておいてください。これが終わったらメガチルタリスが、入ってきますね。レイドアーマーの日程ですよね、5月の4日がメガラティアスとラティオス、5月の11日と18日がカプレヒレ、5月の25日が全カプ系というふうになっております。ここのレイドアーマーがちょっと効率悪いですね。まあとはいえですね、やっていきましょう。
そしてスポットライトアワーも判明いたしました。順に見ていきましょう。5月の3日が、キャモメですね、ボーナスが捕獲時の飴が2倍、5月の10日はドンメル博士に送った際の飴2倍ということで、まあボックス整理にしてもいいってやつですね、5月の17日がコイキング、進化時の経験値2倍ということで、まあコイキング飴がいっぱい必要なんでコイキングいらないよという人はですね、飴のこう消費数の少ない、やつらをいっぱい進化させてあげて経験値いっぱい稼ぐなりですね。5月24日がパウワウですね、捕獲時の星の砂2倍ということで、まあこれはシンプルにパウワウゲットした方がいいですね。それで5月の31日がツツケラ捕獲時の飴2倍というふうになっております。まあツツケラいっぱい取るか、もしくはその伝説レイドとかでもね、これ飴2倍の効果に乗りますので、まあカプ系のね、こいつらですよねが、飴ちょっと欲しいなっていう人は、まあツツケラ一回無視してそっち側やるのもありかもしれません。そして5月の2日からのですね大発見、こちらの報酬がですねアローラベトベターに切り替わります。でまあ一応ね色違いが実装済みのポケモンなんでね、ワンチャン狙えるって感じですよね。ただ大発見ってさ週1回じゃん、もう最短でやってもね、なかなか出ないよねここから色違いね。まあ出たら超ラッキーと思っておきましょう。で頭からですねイベント見ていくとですね、まあ大いなるメガ進化イベント、これはね日曜日までの開催です。でメガガルーラレイドで明日あるやつですね、こちらがありまして、でさっきご紹介した空飛ぶピカチュウイベント、でその後にですねウォーターフェスティバルというイベントが、開催されることが分かっております。5月の12日ですね、から5月の20日、これに関してはまあ水ポケがいっぱい出るんですけど詳細が、まだ未定というふうになっております。ポケモン GO でまだ未実装のね水タイプとかがきっとここで来るんじゃないかと、いう感じですね。そして、すでに発表されましたアローライヒツブテのコミュニティで、これが5月の21日でございます。時間帯がね11時14時前回と違いますので要注意です。そしてアローラフィナーレということで、アローラシーズンの、終了を告げるイベントが、最後にございます。5月25から5月の31日ですね。やはりずっとアローラのポケモンピックアップされていたのがまあ終わっちゃいますのでね、はい、まあ次は一体何になるんですかね。あとまあイベントの詳細に関してもね気になりますね。あとですね、なんかこれ新機能ですよねが5月に来るよってことをナイアンティックさん発表なさいました。何かというとですね、相棒ポケモンのウィジェットですね。ウィジェットイズ何みたいな感じの方いらっしゃると思うんですけども、最近ですね、iPhone とか、Android もかな、ホーム画面、いやそのスマホのホーム画面で自分の卵の進捗見えるようになったじゃないですか。いやそのポケモン GO のアプリを開く必要がなくなったんですよね。ここに相棒もわかるようになるよと。まあ、なので卵の進捗と相棒が今どれくらい歩いたのかとか、まあそのなんかこうアイテム持ってくるときあるじゃないですか。お土産持ってくるとき、あれがどういう風になってるのかっていうのが、ウィジェットでわかるようになるということですね。なんかどんどんあれですね、アプリを起動しなくても結構ゲーム内のことがわかるように仕様変更ね、してってるみたいですね。はい。まあ、これはね、ちょっと機能ね、来たらね、皆様使っていきましょう。あとね、これ、なるほど、確かにこういう機会欲しい、必要だと思ったんですよ。ヘリテージシーズン、だから前のシーズンあったじゃないですか。この時に、入手できたアバター、タイムチャレンジの報酬として、入手できたアバター、いろんなのが、コスチュームあるんですけども、これをゲットできなかった方、まあ、プレイしてなかったもそうですし、時間がなかったとか、いろんな方いると思うんですけども、そういった方向けにですね、買えるよっていう、いうようなことをですね、開催してくれるとのことでございます。これはまあありがたいです。今後もなんかやってほしいですね。やっぱりそのポケモン GO、まあ僕みたいなさ、こう、それがもう仕事になってるタイプの人間は、まあそりゃやるけどさ、あとはもうずっともう趣味として、もうこの6年間ずっとポケモン GO が延々趣味ですって人もいるんですけども、例えばその浮き沈みあるんで、こんな時期やってなかったですっていう人って絶対いるんですよ。で、はい、もうその時期やってなかったらもらえません、みたいなところをちょっと救済というか、そういうのはね、あってくれてね、全然ありがたいですね。ということで、まあ、ちょっとね、欲しいやつがあったらね、購入しておきましょう。はい、ということで、まあ、新しく発表来た内容についてのお話でございました。まあ、何よりもですね、やはりメガラティ。で、これ、メガラティアスラティオスって、まあ、なんかね、伝説枠を、メガ解放するんだったら、やっぱりこの2匹だよねっていう感じはやっぱまあわかるんですよ。いきなりミュウツーからいかないでしょ、だってね。はい。でも、ここで解放されたということは、まあ、今後もですね、伝説たちのメガ進化、まあ、入れてくるんだよね。っていうね、なんか期待しちゃいますよね。で、これ、このタイミング5月でこれやったということはですよ。
例えば夏にさ、もう一発入れてきそうだなぁと勝手に思ってるんですけど、僕だけですかね。まあまあ今日はこの辺にしておきましょう。ということで、今回この辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければ、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。山田チャンネル、ビレッジヴァンガードコラボ T シャツ、現在受注開始しております。期間短いのでね、気になる方は概要欄の方から、ぜひぜひチェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。